というわけで今回もコラボでということで最強家クワチャンネルうまいこと防御したね。これすごいな、北海道でもらってめっちゃすごいな。鉛筆がそれ鉛筆すごいよな。これなんかお客さんからもらった、特に事物ではない不動明王っぽい、修学旅行生と最強にテンション上がりそうですよね。そうっすよね。ちょっと危ないですけどね、これ、ちょっと危ないですけど、はい、ちょっとはしゃぎすぎたわ。一回泳ごうか。はい、桂さんの絵の前に置いてくる。はい、じゃあもうこれ3本目ということで。ああそうですね、はい、はい。でもまあ自己紹介から、はい、動画から見る方もいらっしゃると思うので、はい、ゲタさんから、はい、じゃあ、元仮想職員のゲタハノです。お願いします。ここからところでゲタ田中俊一です。はい、お願いします。怪談ホラー小説家の田辺誠也です。お願いします。お願いします。まあ不思議大百科の方でも田辺さん出てもらってそうです。はい、お願いします。はい、まあ、じゃあ田中さんさっき体験談やったんで、僕も最近の体験談ありますわ。最近？ずっとね、10月11月ぐらいから毎月のように僕沖縄行ってて、寒いから。で沖縄行ったらあったかいじゃないですか、で行ったついでにその沖縄で、渡り鳥みたいな、渡り鳥みたいな感じで行ってて、でそしたら小原さんって言ってね、沖縄の怪談の先生やってはるんですよね、はい、市民講座とかで、で生徒さんもいっぱいおられて、でめちゃくちゃ沖縄のこと詳しいんですよ、でまあせっかく沖縄行くらと言っていつも小原さんと、まあ、会って、で沖縄の、そういうスポットやったりとかいろんなとこ紹介してもらったりとか、まあ、僕も勉強させてもらってみたいな感じで行ってたんですけど、あれ、3月やったかな、いや3月やな、3月に、まだ行きましてですね、でその時に僕ちょっと一応こう行きたいとこあるって言って、でそれが 3S カーブ、沖縄の階段、スポットって言ったら一番有名なところ、多分 3S すぐ出ると思うんですよね、でそこに行ったことないから一応行ってみたいですっていうふうに一応オファーしてて、あじゃあ行きましょうかって言って、まあでも心霊スポットっていうかねってなんか言ってたんですよ。で、ああなんかあるんやろうなと思って、でまあ昼間にね、それ車でまあ連れて行ってもらって、で見たらなんか結構そのまあ、こうカーブがあっていろんなところにこう森がねポンポンポンってなんか森の集合体みたいなのがあるんですよ。でそこねロープでガーってもう入られへんように、まあてか入るなみたいな感じにもなってるところがあって、でなってないところは入れると、でじゃあ実際ここ何なんかって調べたら御嶽なんですよね、要は、でそのユタの人たちがまあお祈りする場所で、小屋とかわざわざ作って、でなんか祭壇みたいなのもあってっていうような感じだったんですよ。でえここなんでこんな感じでいっぱい宴あるんですかって聞いたら、どうやら昔ここに集落があったと。でその集落があったんやけども、まあ時の流れとともにですね人がいなくなっちゃって、でも人がいなくなったんだけど祀ってる神様だけはずっとそのままいるから、じゃあその神様をどうにかしないといけないよねっていうことで、それで宴になっていったっていう、なんかそういう歴史的背景があるらしいんですよ。で、まあ、それ聞いて、ああなるほどねーと、いやでもね僕ずっと思ってるんですけど、でその 3S カーブ行って、まあ、昼間ですよ、まあ、行ってなんか気分いいんですよ、すがすがしいの、結構最強心霊スポット。そうやっぱりそういうとこって、例えばその田辺さんが持ってきてくれた人形とかもさ、なんかうって来たりするやん、マジのやつって、全然普通やなみたいな。あそう、YouTube とかではさ 3S カーブなんかめっちゃ怖いとか言ってるけど、あれみたいな、別にそれやったら不思議大百科で他に行った鳥越上司とかさ、あるいはこうやばい、なんかちゃうとかあるやん、空気がちゃうというか、でそんなのが全然なかったんですよ、だからこうさ、別に全然僕普通ですね、なんかいいとこっすねって言ったら、いやそうなんだよって言って、だからやっぱその宇多木なわけであって、でそのなんかお化けがどうのこうのっていう場所では本来違うんだよって言ってて、なるほど、神聖な場所、そうで、ただその神聖な場所やから、そこでなんかゴミ捨てたりとかわー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 叫んだりしたら、それはなんか怒るんじゃないですかって、それは神様から怒られてるわけであって、そのお化けじゃないんですよみたいなことを言ってて、ああそうなんやと、また一つ勉強になったら面白いなと思ってたら、じゃあ下田さん、私が思う最強のとこ今から行きませんって言われて、
え、マジっすかって言って、あ、じゃあちょっとあの今から車で30分ぐらいであの行けるんでちょっと行きましょうって言われて、で行ったんですよね。31時間ぐらいかかったかな。で着いたのがね、公園なんですよ。普通の公園です。で公園のまあその奥側は、まあ、崖になってるんですよね、なんか。でその崖になってる下の方に、まあ沖縄でいうとこのガマですよ、あの洞窟がねあるんですけど、めっちゃ背低いんですよ。で横に長いんですけど背の低い入り口がある洞窟があるんですよね。で下田さんここですと。でそこは別に立ち入り禁止でも何でもない普通の場所やから別に入れるんですよ。でここっすか、ここ入ったらいいんですかって、あ、ここ行ってくださいって。で中に宇宅がありますからそれを見て帰ってきてくれたらって言われたから、わかりましたって言って、で僕とりあえずスマホの電気つけてこうやってガーって言って、ファッて後ろ見たら小原さんずっと後ろでこうってなんか結構離れたところで見てて、え、小原さん来ないですかって言ったら、あ、僕はいいっすって言われて入ってこへんねん、と思って、でしょうがないから一人でこうやってガーって、もうほんまに中腰になってガーって入って、で中入ったらね、ブワーって広いんですよ。意外と洞窟めっちゃでかくて、あれめっちゃ大きいなって。でそのスマホのライトやからあんまり遠くまでは映らないんですけど、結構奥の方になんかポンポンポンって3つぐらい宇宅っぽいのがあったんですよ。なんかこうちょっと祭りそうなやつ、石でできたやつがあって、あ、これかなと思って、そこにね半分ぐらいまで行った時に、あれこれ入っていいんかなと思ったんですよ。でそれがほんま謎なんですけど、別にその公園誰が入ってもいいし、そこのガマも別に立ち入り禁止でも何でもないんですけど、なんかねこれ以上入っていいんかな、大丈夫かなって、すんごいなんか入ってはいけないような感じになったんですよ、自分の中で。でも戻るのもなんかなんかね、そのせっかく言ってくれてるしやっぱ行きたいし、いやでも入っていいんかな、いやでも戻る、いや入っていいんかな、で僕ねその洞窟で10分いたらしいんですよ。結構長いじゃん、10分って。長い長い長い。結構長い。で、まあ一応ギリ、ちょっとずつちょっとずつ前の方に行って、その宇宅の写真はパッと撮って、うん、で、なんとかさーっと戻って帰ったんですよね。だからさっきの 3S カーブの時となんか全然違うんですよ。そのかなんか感じ方っていうか。体が動かなかった。そう。すんごい嫌やったんですよ。うん、ほんで、出てから小原さんに、小原さんこれ何なんすか言ったら、あのちょっとフフってなりながら、あのここ、昔その戦時中にアメリカ軍が上陸した場所なんですって言ってて、え、そうなんですかと。でここのガマもともと宇宅なんですけど、沖縄の人たちがここに逃げたんですよ。でその後アメリカ軍の人たちに火炎放射器で全部焼かれた場所だよって言ってでもなんかそれ聞いてから行って、うんうん、うわーってなるんだ、わかんないけど、聞かんと言ってなんかそうなったから、やっぱそういう場所なんかなみたいな。うん、別にそのお化けが出たとかじゃないですよ、うん、でもなんか別に僕、で別に僕あの霊感あるとかちゃうし、うん、ただ本能的になんかここ行っていいんかなってめちゃくちゃ思ったのと、うん、あとその、まあ、写真とか撮ったの小原さん見せて、安倍さんこれ壁黒いでしょって、これがその後ですって言われて、っていう体験を最近しました。はい、すごい話ありがとうございます。いやいや全然全然、はい、まあ、ちょっとだけあの沖縄に関係する話、私も少しだけ、あの随分昔の体験談なんですけれど、はい、昔あの沖縄に常川幸太郎さんっていうホラー小説家の方が住んでらっしゃって、うんはい、であのその常川幸太郎さんと森山東さんっていう怪談作家と私が同じ編集担当者さんだったんで、うん、そのつながりで一緒に沖縄に旅行に行ったんですよ、うん、でその沖縄本島から渡嘉敷島っていうところに行ったんですね、うん、フェリーで、うん、でそれであのせっかくだから観光ツアーをなんか参加してどっか行きましょうよって言ったんですよ、うん、でそしてガイドの人がこんにちは、今日はあのツアーガイドを務めさせていただきますので、うん、何々ですとか、あ、よろしくお願いしますって言って、なんかホラー小説家3人やから感じ取ったのか、戦績跡ばっかり行くんですよ。綺麗なビーチとかガーって素通りして、うん、あのウミガメと泳げるビーチってさっき看板見たんですけど、あ、そうですね、ガーッとここはみたいな、はいみたいな。でその中の一つ最後の寄ったスポットが、うん、やたらガイドの人がうちらをチラッチラッと見て、大丈夫ですか大丈夫ですか、何か感じますかって言って、なん別にって言って、で記念写撮影しましょうって言って、じゃあカメラガイドの方に渡して、はいチーズみたいで受け取って、でカバンの中にカメラしまって、でガイドの方が話し始めたんですけれど、実はここあの
集団自決の場所なんで、小学生の、うん、手榴弾を学校の先生から配られて何にも知らずに自決した場所です。で、私もその時の生き残ったメンバーの一人です。で、そんなことやってた。飛行機の金属探知機、私時計も外す、ベルトも外す、ピピピピピ反応するんです。まだ埋まってます、金属片が体の中に。で、ちょっとシーンとなって、はい、どんな顔してるの？で、すごいですよ。咳込んでるやん。で、それで、うん、なんかホラー作家3人がバケーションって感じで来たのに、ちょっとシーンってなってしまって、で、ここに霊感がある人が来たりとか、何か感じる人が来たら、もうたちまち気分が悪くなったり、もう中にはって感じで、地面に座り込んだ方もいらっしゃいましたみたいなこともちょっと聞いたんですよ。うん、で、それで、まあ、ちょっとそのあと 2,3 箇所寄って帰って、で宿に戻って、うん、まあ、それぞれ宿は別だったんですけど、あ、そうや、写真今日どんなん撮ったっけってビーってバッグ開けてデジカメ見たんですよ。そしたら、まあ、ガイドさんに撮ってもらった、あの、その心霊スポットって言ったらあれですけど、まあ、戦跡跡で一緒に写った写真、うん、その後何十枚も真っ黒な写真がバババババッ続いてるんですよ。うん、で、ちょっとズバッとしたっていうことがありました。うん、沖縄の戦績は重なるからね。そうよね。めちゃくちゃな。うん、しかも子供、うん。あったあった、あの、ガマの中にも銀色にシャッてなってるとこあるんですよ。うん、でそれが手榴弾の跡やって言ってました。あ、うん、ありました、ありました。まあ、なんか戦争にまつわる階段ってすごい多くありますよね。最初のテンションどこ行ったの？なんかイエーイとか言ったの、全部ズンってなってる、全部なくなってる。まあ今度ね、あの、やるときはなんか笑える楽しい怪談を話せるといいですね。ということで、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。 OK。 OK。